USJ。 2010年春、MoMA誕生。建築と格闘すればするほどやっぱりいい作品ってやっぱり出ると思います。ですからいかに僕らがそこを逃げずに戦い続けるかと。一つの環境でも建築って何パターンもありますから、クライアントが求めるものをひたすら作ってるっていうのが、僕の作り方ですよね。お客様には後悔してほしくないですよね。作った中で最高のものを提供したいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ。 2010年春、 MoMA 誕生。大西健二設計工房の大西です。門前町として栄えたこの町にある築130年の家が、歴史ある趣をそのままにモダンな建築との融合を図った。今回は大西による匠なリノベーションにより快適な居住空間を作り上げた琵琶湖畔の家を紹介します。息子さんご夫婦がですね、西宮に住んでおられてまして、もともとそのお母さんがもう一人で住んでおられたんで、築130年の建物をですね、そこでリノベーションしてですね、一緒に住みたいという話だったんですね。かつて庄屋を営んでいたこの家、敷地内には居住空間である母屋と、年貢米をストックしていた蔵が現在もそのまま残っていた。この2つの建物の距離感をそのまま生かしながら、蔵は母親の住まいに、母屋は息子夫婦の住まいへと姿を変えた。そしてそれらが庭を通して緩やかに一体となる構成を取ることで、親子それぞれの暮らしを最適な距離感で送れるようにしている。初めてですね、こちらの現地ですね、寄せていただいた時にですね、見てやっぱりびっくりしましたですね。これだけこう美しくですね、町並みにですね調和したこの町屋がですねあるっていうのを本当に驚きましたですね。ちょっと身震いをしたような感じをしましたですね。もともとこの素晴らしいそのお家ですのですね、当然その街並みに対しても美しいですので、デザイン的にはいらわないということをまず考えました。長い年月を過ごしてきた建物の良さを大切にしながら、外装には落ち着いた塗装を施し耐久性を確保。また多くの襖で仕切られていた建物の内部は柱と壁を増やし、緻密な耐震補強を行い、建物そのものの強度を上げている。こうして建て替えることなく、住居としての性能や機能を向上させるリノベーションが大西の手によって施された。建物はですね、築130年の建築当時そのままの形で残ってましたので、極力デザインを変えないようにですね、そのまま残しながら、外壁の土壁の塗り替えとかですね、木部のベンガラ色に塗り替えた、その程度に留めております。
ここはもともとの取り次ぎの間ですね、まあ、前室みたいな形なんですけども、当初はここは全然襖でですね仕切られてるんですけども、まあ、耐震性のことを考えまして、ここに壁をつけて耐力壁として設けてます。こちらが東になるんですので、本当に朝日がずっと入ってきてですね、本当に気持ちのいい空間になります。以前にですね使っておられた扉関係ですね、その全て捨てずにですね生かしながら、その大きさに合わせて開口部を設けてですね、もうこういうのも全部前のうちのやつを使いながら使ってます。こちらのは土間になってるんですけども、もともとここはかまどがあるんですが、まあ、以前はこれを使って煮炊きとかですねされてたんですけども、まあ、ここをですねあえて部屋にすることではなくって、まあ、オブジェ的に使うことと、ですね、まあ、昔のその記憶をですねそのまま残したいということで、そのままにしてやってます。ただ実用的にも使おうと思えば使えるようになっています。建築家とともに理想の住宅を作りませんか。アーキテクツスタジオジャパンは日本最大級の建築家ネットワークです。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から、皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を、各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか、直接お電話ください。奥さんの要望でですね、対面キッチンにして、それでこうキッチン料理をしながらですね、こう庭を眺めたいなということを言われまして、そういう形でそういう対面式のキッチンで全体を統一できるようにですね、つながるように考えて作りました。それと、かまどとの仕切りにですね、もともとはここに壁が張ってあったんですけども、それを全部取りまして、まあ、寒さ対策にですね、一応ガラスを全部はめ込んでですね、仕切りをしてですね、この空間をできるだけ小さくして、暖房のですね、効果を得るようにしています。庭との一体になるようにですね、大きな開口部でですね、リビングダイニングキッチンが一体になるように考えました。全部こういうふうにですね、開けていただいてオープンにしてですね、ここで庭との一体になるように考えました。お母さんの方からのですねアプローチも、ここを庭を見ながらアプローチしていただくというふうに考えました。洗面所もですね FR 防水で、床と壁を全部、天井もですね一体になるようにしています。それとお風呂からも、庭が見えるようにですね、そういう配置をしました。真っ白な箱型の外観がひときわ目を引く水回り。既存の建物から大きくその姿を変えたモダンなスタイルが印象的である。せっかくやるんですから、同じようなデザインにしてもいいんですけども、逆に新しいものをそこへ挿入することによって、また違う形のですね新しさが出ないかなということで、まあ、コンクリートのですね白い建物をですね、できるだけ
高さを低く抑えながら全体の統一を考えてですね、裏の方に蔵がありますんで、蔵の白色とですね合わせて、まあ、真っ白な建物をそこへ置いたような形にしました。建物がですね非常に美しくですね、天井なんかも梁とか屋根裏とかですね、全て美しいでそのまま残しながらできるだけいらわずにですね作るように考えました。それとですね背が高いですので水平の合成が取れないので、一部キッチンの上を天井を兼ねたですね格子張りにして体力補強をしています。こちらの方は天井張ってないんですけども、一つのその空間として連続できる畳の一部、そういうお客さんが泊まれるとか家族がみんな来た時にですねこちらで、泊まっていただけるようなそういうスペースにしています。この歴史あるその地域でですね、この歴史的なこういう築130年の建物の風合いをですね生かしながら作ったんですけども、建物とですねこれから先もですねお母さんと息子さんご夫婦がですね本当に気持ちよく住んでいただければ一番嬉しいかなと思います。これからの資源とかですね、まあ、いろいろ考えていきますとね、やっぱそういうストックをですねやっぱ極力生かしながらね、新築だけではなくってリノベーションとかコンバージョンをしていくのがすごく多くなると思いますし、まあ、そういう仕事を我々も当然やっていかないかんと思いますね。ここは長い時の中にその姿をとどめ続ける町。その美しい町並みに調和しながら新しく生まれ変わった琵琶湖畔の家。そこに住まう人々は古い歴史を愛しながら新しい時を過ごすことができる。それは今を生きる我々にとって最も贅沢な暮らし方なのかもしれない。建築家との家づくりとは、自分に合った建築家に出会うことから始まるとアーキテクツスタジオジャパンは考えています。日本全国の ASJ に登録されている1500名以上の建築家の中から皆様の夢の住まいを実現する建築家をお選びいただけます。また皆様が実現したい住まいのご要望を各地の高い技術を持った優良工務店と建築家が一体となって進めるシステムを構築。全国180カ所以上のスタジオが皆様の夢の住まいの実現をお手伝いいたします。お問い合わせはホームページからアクセスするか直接お電話ください。日本最大級の建築家ネットワーク、アーキテクツスタジオジャパン。建築と格闘すればするほどやっぱりいい作品ってやっぱり出ると思います。ですからいかに僕らがそこを逃げずに戦い続けるかと。一つの環境でも建築って何パターンもありますから、クライアントが求めるものをひたすら作ってるっていうのが、まあ、僕の作り方ですよね。お客様には後悔してほしくないですよね。作った中で最高のものを提供したいと思ってます。日本最大級の建築家ネットワーク ASJ。 2010年春 MoMA 誕生。Casa Bella è una rivista che ormai ha 100 anni di vita. Sulle pagine di questa rivista è passata la storia dell'architettura del Novecento. Il nostro augurio, la nostra speranza, il nostro impegno è che Casa Bella anche nel prossimo secolo continui a documentare ciò che l'architettura internazionale verrà producendo e offrendo. Lo faremo con la massima serietà, perché la serietà è ciò che merita questa antica e nobile professione che gli architetti praticano. Casa Bella, Japan.